こんにちは。アマゾン支社サポーター、堀秀夫です。10月1日、昨日ですね、アマゾンから、このホリデーセリング、ホリデーシーズンのおもちゃ、あるいはゲームについての販売要件というメールが届いていると思います。でこれね、FBA で販売する人については、まあ、別にこの規制はかからないんですけど、ただ、す、え、で、ー、に FBA で販売している、えー ライバルがいると、まあ、そこにこの要件、ホリデーシーズンの販売に要件を満たしてない新規の出品者がおそらく相乗りしても、まあ、ホリデーシーズン入ったら売れないんじゃないかなと、売れない可能性が高いなと思います。というのも、やっぱりホリデーシーズン一番売れるのはね、このおもちゃ、ゲームなんで、 まあ、おもちゃゲーム売ってね、えー、変な商品を販売したやつとか、えー、不良品、あるいはコピー商品を売るやつが紛れ込むと、アマゾンとしてもダメージ大きいと。それなら、ねえー、もともともう販売して問題ない出品者、まあ、要はこの条件をクリアして問題ない出品者に売らした方がね、えー、無難なんで、おそらくシステム上、この条件をクリアしてるヘビー出品者を優遇するシステムに直すか、えー、もうすでにしてるだろうと。 まあ無在庫でね、これをクリアしてても、オーストラリアの配送品質を考えたら、もう、えー、ホリデーシーズンに自己発送で売るのは自殺行為なんですけど、まあ、元 FBA でもね、えー、おそらく新規でこの条件をクリアしてない、えー、そして FBA にライバルがいるという商品はまあ厳しいと。ですから、ね、この条件っていうのは9月1日、もとっくに過ぎちゃってますね、9月1日、えー、より前に売ってない。で 8月15日から10月14日、要はあと2週間の間に10件取引成立してないと。キャンセル率とか出荷支援率っていうのは、まあ、FBA なんで関係ないんですけど、あと注文不良率、要は返品とかクレームがついたのが1%以下であるという条件をクリアできてない場合は、 おもちゃ以外の商品で始めた方がいいです。ホリデーシーズンおもちゃ売れないとかね、そもそも出品しようと思ったら販売強化が必要だとかいう風になるだろうと思います。ですのでね、もうこの条件クリアしてないよと、9月1日より前に売ってないです。10月14日までに、ね、10件売ってませんという場合はね、おもちゃを外して商品扱った方がいいです。逆に この条件クリアしてるんであれば、ね、条件クリアしてない出品者はおもちゃ出せなくなる。あるいは自己発想の人はね、おそらくバッサリ切られていなくなると思うんで、初めの頃のアメリカアマゾンでも、ライバルすごい多くてね、自己発想とかもいたんだけど、ホリデーシーズンになると、まあ、その条件クリアしてない出品者がごそっとね、あの、非表示になるんで、すんごい売り上げ増えたということあります。だからもう、 前からやっててね、おもちゃ扱っている出品者については、もうおもちゃもっと力入れましょうと。で逆にね、えー、おもちゃ全然扱ってないとか始めたばっかりという方はね、おもちゃ外して扱いましょうという形でね、えー、経験と扱ってた商品によって、えー、おもちゃをどうするかっていうのは変えていった方がいいです。もちろんね、個別サポートの会社は細かく相談してください。 チャットワークサポート、マニュアルサポートの会員さんは、それを念頭に、えー、おもちゃ扱うか外すか決めてね、えー、おもちゃ外しても別に年明けたからやればいいことなんで全然いいんですけど、ただ、ホリデーシーズンね、多分ね、今から始める出品者、この条件クリアしてない、9月1日前に制約してない、10月14日まで10件制約してないできそうもないという場合はね、ちょっと厳しいと思います。 でいやギリギリこれ10あと2週間、あじゃあ、すぐ送るのあるから、すぐ送って売ればあの10、10件クリアできるなとかね、あじゃあ値段下げて10件クリアしちゃうおもちゃ使いたいからという会員さんはね、あのそういう風にして10件クリアしといた方がいいです。FBA はこの条件関係なく出せるとなってますけど、おそらくね、あの、販売許可が必要不要とか、カート取得のポイントなんかで、えー、違いは出てくるんでね、えー、おもちゃを扱う場合には、 この条件クリアしているかどうか、念頭において扱うか、扱わないか決めてください。また、確認、ご報告、ご相談とあればお待ちしています。甘酢石サポーター、堀秀夫でした。